帰り道はクリス・ハートさんの I love you の歌声をわーいい声と思いながら聞いて帰ってきました。神玉です。ねえ君はなぜ悲しそうにうつむくの。あうしが始まりました。とりあえず乾杯。あーうまっ。お仕事が明日明後日がとりあえず山場です。大変。というわけでですね、て見てここにこんなにあるんですよ。何があってね、でん北極ブラック。14とこんなにたくさんあるんですよ。アメリカの友達とか普通に辛いものが好きな友達とか、まあうちの近くにセブンイレブンがすぐあるっていうのを知ってくれてる方はみんな私に連絡が来て買っといていいっつって、いいよっつって買った結果14個ストックがあるっていう。ありすぎだろー。というわけで今日はもう疲れたので、北極ブラックを食べたいと思います。北極ブラック、黒い激辛味噌。うわ真っ黒やん。はい、これで5分待つ。5分後。さあ、北極ブラックとご対面の時がやってきました。私が蒙古タンメンにハマったというか知ったきっかけはですね、動画を始めた2年前の夏くらいですかね。朝眠くて眠い時に、まあ辛いものは正直苦手なので、それを食べれば目が覚めるんじゃないかっていうのをきっかけに。ニンニクオイルをかけないことにはこのこれって始まらないよね。あ、そうニンニクをさ平日に食べることをさ恐れてる人って多いじゃない。ニンニク食べた日はあのリンゴ、コンビニとかでもリンゴ売ってるから、リンゴ食べるとね匂い消えますよ。うわーすごい色、本当にブラック。あー匂いもすごい濃厚。うえー、まあ行ってみよう。いただきます。めっちゃ辛っ。あー辛い。スープに浸してじゃダメだ、辛すぎる。マジ脂質祭りだわ。うん、マヨネーズ入れると超うまい。ごめんなさい、お行儀悪いことして。なんで動画撮ってんだろう。なんかニンニクの匂いは平気だけど明日お腹下しそう。うん辛っ。あー辛い。辛すぎー。てかまあこの YouTube ってさ女子力向上で始まったのにさ、今となってはさもうわちゃわちゃだよね。はぁ、あ。